俺の名は平田一郎、30歳。ごくごく平凡な平社員だ。あまり人付き合いが得意じゃない俺だが、知り合いに勧められて最近 SNS を始めた。すると、ある人物から連絡があった。よう、元気？うえ、金田？連絡してきたのは金田大成。俺と同い年で、卒業以来疎遠になっていた中学時代の親友。そして世界で一番の金持ちだ。金田は自分で会社を立ち上げ、事業は大成功。投資にも手を出した結果、あっという間にあのビル・ゲイツと並ぶ世界一の大富豪となった。15年ぶりか。どんな風になってるんだろう。高級リムジンで送迎とか、高級スーツに身を包んで。平田、久しぶり。乗りなよ。おう。15年ぶり？いやー、懐かしいな。そうだね。めっちゃ普通の車。めっちゃ普通の服装。これは予想外だ。とりあえず、どっかで飯食おうか。大富豪って普段何食ってるんだ？よくある映画みたいに高級レストランとかで毎食食べてるんだろうか。俺、そんな金持ってねえぞ。そんな高級なものをおごってもらうのも申し訳ないし。俺、今日持ち合わせなくて。心配しなくてもおごるよ。申し訳ねえ。え？牛丼？いつも昼は牛丼なんだ。結構質素な食生活なんだな。めっちゃ庶民的じゃん。意外だな。ごちそうさまでした。うまかったね。これから時間ある？久しぶりに俺ん家でゲームしない？いいね。って金田ん家ってまさか大豪邸なのか？それともタワーマンションみたいな。あれ、ここお前の実家じゃん。そうだよ、両親から相続したんだ。てっきり世界一の金持ちになって高級マンションとかに住んでるのかと。そんなの落ち着かないじゃん。過ごしやすい場所が一番だよ。そうか。金が大富豪になっても全然変わらないな。なあ金田。あ？どうした？お前大富豪じゃん。贅沢したり豪遊したりしようって思わないの？そういうことはしないな。世界トップの大富豪は意外とみんなそうだよ。ビル・ゲイツなんか今でも飛行機はエコノミークラスに乗るらしいし。へえ、知らなかった。 Facebook のマーク・ザッカーバーグは大富豪になっても変わらず、私服が T シャツにジーパンのままだしね。びっくりするほど普通だな。お金は使えばなくなるものだから。それは大富豪も同じ。無駄遣いしないからお金も貯まるんだと思うよ。そういうもんかね。大富豪は金を湯水のごとく使うイメージがあった。でも実際は違うらしい。世界の名だたる大富豪たちは驚くほど地に足のついた普通の生活をしている。大金を手にしても普通のままでいられる。その性質が彼らを大富豪にしているのかもしれない。